今日の給食はじゃーん、カツ丼、イエーイ、イエーイ、カツ丼と、それからお味噌汁、そしてきのこと、チンゲン菜の炒め物、そしておみかんです。今日がね、3学期の始業式だったんですけども、始業式のお給食はカツ丼ということで、早速いただきます。わー、見てください、カツ丼と卵といい感じに閉じてあって、見えます？あのご飯がもう見えないぐらい大きいですね。わー、いただきます。よいしょ。もうご飯取れないカツ丼だけでいただきます。味がお肉の中まで染みて、衣と美味しい。玉ねぎも飴色で、柔らかいです。美味しい。お正月ついつい食べ過ぎちゃっただって思ってたんですけど、もう給食も最高、美味しい。柔らかいです、お肉がすごく食べやすい。美味しいです。グリーンピースも乗ってるんですよ。ちょっと転がっちゃってましたけど、美味しいですね。で、お味噌汁は今日はほうれん草ときのこのお味噌汁です。ほうれん草ももうクタクタになってるけど美味しい。それがまた、そう、この味ですね。給食のお味噌汁、美味しい。で、きのことチンゲン菜の炒め物、柔らかいけど、チンゲン菜のちょっとシャキッてしたのも残ってて美味しいです。油揚げときのこと人参、シャキシャキしてますね。しめじですかね、きのこ、しめじ、美味しいです。カツがこんなに一切れあります。もう柔らかくて、もう唇で潰れちゃうぐらい、美味しいですね。ご飯にもちょっとこの、カツ丼の出汁っていうかが染みてて、上の方、それがまたお口で食べちゃいますよね。それにしても大きいですか。ね、丼物はやっぱりガブってあんって食べたいですよね。おいしい。
冬休み中3食ね、あのお家でお昼もしっかりご飯作ってると、もう本当この給食のありがたみが感じますよね。こんな栄養満点の給食提供してもらってもうそこで栄養取ってきてってちょっと思っちゃったりもしました。カツがボリュームあるけど食べれちゃう。うん、お味もちょうどいい、しょっぱくないし、カツ丼って無性に食べたくなる時ないですか？なんかとんかつじゃなくてカツ丼がいいっていう時ね。でも手間ですよね、揚げてからわざわざこうやってじゃあとんかつで食べてって思うけど、カツ丼がいいっていう時ね、ありますよね。人参も油揚げもいい具合にバランスよく入っていて、とっても美味しいです。うん、最高。もうなくなっちゃう。さあ、カツ丼もあと一切れになりました。もったいないから半分にしようかなって思ったんですけど、ちょっと最後に取っといたのが大きすぎてちょっと半分にならないので、もうさっきと同様かじります。おいしい。ご飯がいくらでも入る丼。大きすぎかな。もう止まらないです。もうね、ずっと丼持ってますよ。美味しくて。最後はよく集めて、
美味しい。それではみかんを食べます。この間の時も私おみかんでしたね。こう揉みませんか揉んでも甘くならないとかね、言いますけど、小さい時の癖かな。もみもみしちゃう。いただきます。この間この白い筋きれいに取らないんだよって言いながら食べてたら、カメラマンの先生に笑われました。栄養ありますよね、きっとね。しかも一粒ずつ食べてないっていうのも笑われました。だってお口いっぱいに入れたいんだもん。お行儀悪いですね。でも二粒にします。じゃあ今日は笑い声聞こえましたね。おいしい。冬休みもいっぱいおみかん食べたんですけどね、どれも甘かったですよ。給食のおみかんもおいしい、甘い。うん、4口でね終わっちゃうから、ちょっともうちょっと切ろうかな。食べ終わる頃に、あ、もうちょっと大事に食べればよかったなって後悔するタイプなんですけど、でもいいんです。あん美味しい。大きく見えないですよね、ちっちゃいですよね、これ全然入る。あん、うん、美味しい。むせちゃった。さあ、それではこれで今日の給食、今日もご飯もお味噌汁もおかずもおみかんも全部完食です。とっても美味しくいただきました。ごちそうさまでした。最後までご視聴いただきありがとうございました。もしよろしければ動画への高評価、そしてチャンネル登録よろしくお願いします。